スタメン予想フォーメーションでご覧いただいております。まずは SC 相模原ですけども、ゴールキーパーは加古井健太郎です。右から白井、藤原、大宮が今日はスタメンです。ボランチに今日は川上と藤本純吾が入るんじゃないかということ、そして右に石田、左に田中陸、前線は、加藤をトップに、その下に安藤、船山と予想しています。藤枝マイ FC です。ゴールキーパーは内山です。スリーバックは右から小笠原、秋山、鈴木翔太、ボランチは鈴木純と水野大輔、右に久保、左に榎本、前線中井ワントップ、その下に横山と杉田という並びを予想しております。さあ立ち上がりのチャンスになります。大宮のロングスロー、さあキーパーも出ました。そしてセカンドボール、田中陸のシュート、そしてこぼれ球です。まだつながって安藤のシュートはバーです。さあ母屋のスローインです。ゴール前まで行きました。セカンドボール、田中陸、そして船山のシュートでしたが、これは枠の上でした。田中陸が拾ってファーサイドで船山のヘディングシュートでした。さあこのセカンドボール、加藤がいい形でボールを奪ってドリブルを開始して、そして船山から安藤の右足のシュート、角度からのシュートでしたが、セカンドボールは母屋のクロス、ヘディングシュートですが枠を捉えることはできませんでした。さあ鈴木純から中にいいボールが入って杉田が落とします。そしてそのボールを打っていきましたが、枠を捉えることはできませんでした。いい形を作っていきました。今度は水野から横山、ターンして前を向きます鈴木純。さあ石田が触ったボールですが、鈴木純が触って杉田から右サイド、小笠原、そして久保です。久保は中を使って中にクロスを送っていきますが、最後は囲いのセーブです。コーナーキックになっています。ここで秋山右サイドを選択しましたが、母屋のカット、そして安藤です。さあスピードアップできずにボールを奪って鈴木純のロングシュートですが、惜しいシュートになりました。一瞬の隙を見逃さずに、このボランチと鈴木純がロングシュートを狙っていきました。まもなくゲームの方は68分というところですが、スコアの方は0対0です。ここは久保が縦に入れます。そして水野からのクロス、うまくヘディングシュート持っていきました。これが決まりました。藤枝先制、決めたのは横山、3試合連続ゴールになります。ファーサイド、なかなか難しいヘディングシュートではありましたが、うまくゴール方向に持っていきました。久保が下げて水野のクロス、ファーサイド26番の横山が決めました。さあ3バックの中央に入った鈴木翔太から神谷です。神谷がいいボールを斜めに入れていきました。そして杉田です。杉田から久保、久保右足振っていきましたが、最後は枠を捉えることはできませんでした。中にも詰めていましたが、これはゴールキックになっています。スローインを受けたのは藤本純吾、いいパスが高山に入って折り返して加藤のシュート、セカンドボール、最後は石田のシュートでしたが、枠を捉えることはできませんでした。母屋の左足のクロス、さあここはいい形で収まってカウンターになりそうな藤枝、
攻撃体制に入っているのは3人、そして4人目久保が加わりました。右サイドからのクロス、白井のクリア、セカンドボール拾ってシュートを打っていきましたが、これはバーの上でした。惜しいシュートになりました。白井からゴールキーパーの囲い健太郎、早めに前線にボールを送りたいというところですが、高く上がったボール、カネルアがヘディングで競り勝ってというところで笛が鳴りました。スコアの方は0対1で藤枝マユ FC が勝利して、これで藤枝マユ FC は3連勝となっています。